僕だ、ね、マフマフなんだかんだ言って実際はしっかり週5外に出てそう。これ面白いなと思ってさ、これ面白くない普通に。コンセプト崩壊するわコンセプトって言うんだ、マフマフのコンセプトが崩壊する。マフマフのコンセプト崩壊してるなこれ、ね、面白いな。いや言うて どうなの実際は。いや実際普通に今週何回でかけた、うん、今週、うん、今週え待ってね、うん、今週は坂田と出かけたでしょ。そうね、1回出かけたね。あと2回、うん、2回は外出てる。おー、じゃあ2回か。2回は出てるの、うん、ギリ微妙やな、うん、何とも言えないね。まあまあまあでも1週間7日のうち2回って考えると、まあ、まあ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 、うん、出てないことも出てないとは言えるし、出てるっちゃ出てると言える一番微妙なライン。ごめん嘘ついた、うん、3回だわ。え3回出てる。どんどん普通な人になってきたあれそう3回になったら割と普通に出かけてるかも。あれ、うん、まあコンセプト、ま、守らなくていいんだいや普段は本当に引きこもってんだよ、うん、まあ、たまたま珍しかっただけ。気持ちはね、うん、気持ちは引きこもってるんだけどね、うん、あこれ僕か、うん、マフマフ音楽の才能はあるのに音ゲーはめっちゃ下手そう。おー、実際どうなのこれは。うんとね、うん、やるっていうか、やらない太鼓の達人とかさ。え太鼓の達人はやるよ。あ、やるんだ。あ、太鼓の達人はやったことあるでしょ、一緒に。なんで覚えてないんだよ。やったことあるか。俺、なんで覚えてないんだよ。全然覚えてない。そんな些細な、どうでもいい日常のことなんて、すぐ忘れるね。ああ、おい、もうみんなに言おう。あのさ、サガタンとあれだよ。あの、太鼓の達人やったのって、スポッチャでやったんだよ。一緒にスポッチャ行って、起用とかと言って。そうかあーもうこれみんなに言うしかないな、どうでもいい日常って言ったよってどうでもいい日常の1ページなんですぐ忘れちゃうね。いやでも大事なこと覚えてるから、お前と違って。俺はちゃんと大事なこと覚えてどうでもいいこと忘れていくんだよ。かわいそうだな、今日あの東京ドームの告知して清ウッキウキなのに、清に、あれすごいよね本当にね。坂田が清とかと遊ぶことどうでもいいって言ってたよ、うんうん、いやでも清が俺太鼓の達人してることはどうでもいいと思ってるから、まあそれはどうでもいい。東京ドームやってることはすごいと思ってるけど、太鼓の達人やってるのはどうでもいいと思ってるそういう違い。どんどん行きましょう。次行きます。とマフマフさん、カップラーメン3分待たないで食べてそう。いやこれ坂田でしょこれは俺はマジこれは俺マジ、これどっちかっていうと坂田。 俺ね固めも好きやし早く食べたい、うん、だから俺2分半か2分2、30秒ぐらいが俺のベストタイミング、正直。でそれであれでしょ、お箸で最初トントンってやってぐるぐるぐるって混ぜる。そうそう、トントンってやってぐるぐるしてそこでほぐすよ、ようやく。わかる。そうだからもうなんか混ぜる前にほぐれてるより俺自分でほぐしたいぐらい。ねカップ麺のスープは全部飲む。飲む。飲むとだってあれお腹減ったならんもん、正直。飲むよね。飲んじゃん。一滴残さず飲むよね。飲んじゃう。わかる。あれだってセットで、だってもうカップラーメンって感じ。絶対やめた方がいいらしいよ。本当にね。仲良くしましょう。お互い。次行きましょう。マフマフさん家で、マフマフさん家で蜘蛛とか見つけても逃がしてあげそう。いや殺してるでしょ。いや逃がしてるわ。ええ蜘蛛バーンって殺してるでしょ。まずその蜘蛛嫌いじゃないから。雲に全然びっくりしてないから、雲に手を乗っけて逃がしてる。ええもうあんなね、東京のさ、なんか道路歩いてるときにちょっとでもゴキブリみたいな影を見てってやってるのに、雲いけんの？ゴキブリが圧倒的にダメで、で雲はもうめっちゃ好きかも。え可愛くない？マジ？雲なんか、えマジ？俺どっちもダメなんだが、いけんの？片方いけることあんのこれ。え雲とか全然普通に可愛いと思う。なんかこうやって手乗っけとコト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 ってこうやから、はいってね。えわかんない感覚が。なんだこの人。なんだこの人。えなんかさ、物体が質量がなくない？雲って。ええー。ほとんど浮いてるというか、なんかほとんどなんもないというか。可愛い。わかんねえ感覚が。なるほどね。
次行きましょう。はい、